エブリィでは、一目でわかる政治とカネと題しまして、企業団体献金についてシリーズでお伝えしています。まず、各政党の企業団体献金について整理します。こちらは、去年各政党の本部が企業、業界団体、政治団体などから寄付された金額になります。こちらですね、自民党が圧倒的に多く、およそ23億円、そして、次に多いのが立憲民主党の76万円、日本維新の会は35万円などとなっています。つまり、一部の野党もこのように受け取っているんですが、自民党が突出して多いのが分かります。では自民党に対してどのような企業がなぜ献金をするのでしょうか。今日は政治部与党キャップの前野さんに聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、どのような企業が献金するのかについてなのですが、はい、自民党本部の場合ですね、国民政治協会という団体が献金の受け皿になっているんですが、はい、去年この団体へのですね、献金額が多かった上位10社の企業がこちらです。でこれまあ見ていただくと分かるんですが、一番多かったのがですね、この中で言いますと、住友化学とですね、はい、トヨタ自動車で5000万円、キャノンの4000万円、日産自動車の3700万円などが続き、上位10社はいずれも3000万円を超える額となっているんです。いずれも多くの人が知っている大企業が並んでいますけれども、はい、なぜこういった企業の方々は献金をしようと考えるんでしょうか。はい、その点ですね、日本テレビではこの10社にですね、選択式のアンケートを行いまして、非回答の社を除き8社から回答を得ました。はい、まず一番気になる献金する理由について聞いたところですね、最も多かったのが企業の社会的役割を果たすためというもので、こちらの7社、そしてですね、政党の政策や主張を支持支援するためが3社、その他が1社という回答になりました。次にですね、この献金を、企業団体が団体研究した結果、実際に得たメリットについて、一目で整理しますとこうなります。はい、自社のですね、要望を取り入れてもらったですとか、具体的なメリットがあったという回答はゼロでして、大半の企業がですね、政党を支援することで民主主義社会に貢献できたという回答だったんです。そうですか。一番多かったの、企業の社会的役割というのは、いろいろな分野であると思うんですけれども、この政治に関してはどういった役割なのか、少し分かりづらいところもありますよね。そうですよね。そこでですね、ある経団連の幹部にですね、この点本音を聞いたところですね、お願いを聞いてもらえるから寄付するというのではなくて、民主政治に必要なコストを負担するという意味で社会的役割というふうに言ってるんだということなんですね。はい、その証拠にですね、年によって、寄付額は変わらない企業が多いと。またですね、ある業界団体の関係者に聞いたところですね、弱い業界なので政治にルートを持っていた方がいいんだと、お願いをするためではなくて情報交換をするための献金というふうに本音を語ってくれたんです。情報交換ですか。はい、一方で、野党の中からは、はい、金によって政策が歪められる恐れもあると、そういった懸念を示す考えも出ていますけれども、これ、政党にとって企業団体献金というのはやはり必要なんでしょうか。はい、ですね、企業や団体からの献金はですね、政治家にとって比較的自由に使える使い勝手の良い資金という点が大きいんです。使い勝手の良い資金ですか。はい、というのもですね、私たちの税金が元手になっている政党交付金というものがありますが、これは使途、使い道の報告が必要です。そして例えば自民党ですが、内部の規則で、飲食費には使えないですとか、領収書がもらえない支出にはこの政党交付金を使えないといった厳しいルールを設けているんです。つまりですね、裏を返すと、飲食ですとか比較的自由に使える政治資金を確保するためには、この企業団体献金などを独自にですね、集めることが重要になってくるわけなんです。なるほど。企業団体献金、比較的自由に使えるお金ということなんですけど、今政治と金の問題などが続く中で、企業側というのはこの企業団体献金について正直なところどのように思っているんでしょうか。そうですよね、そこも気になりますので、アンケートで聞いてみました。で、多くの企業がですね、使途の透明性を高めるべきですとか、中にはですね、上場企業並みの年4回の使途公開をすべき
などの回答が複数ありました。つまりですね、献金する側の企業としても、まあ、これが正しく使われているか明らかにすべきだと考えていることが分かったんです。で、今回はですね、政党の本部に対する献金を取り上げたんですが、まあ、一方でですね、実はこのそれぞれの国会議員がですね、代表を務める政党の支部というものに対しても、まあ、この企業団体献金というものは認められていまして、この政党支部を含めるとですね、自民党だけでなく一部の野党も一定の献金をですね、この支部で受けているという実情があるんです。まあ、この企業団体献金ですけれども、そのものが果たして問題なのか、あるいはですね、政治家がどの企業からいくら受け取っているのかが透明性が低いことが問題なのか、明日から始まる実質的な審議で議論が深まることが期待されています。はい、政治部与党キャップの前野さんに伝えてもらいました。